X フラックスザ・ジョーカーズ・ジンクスシックス・フラックスは北米各地にある遊園地であり、その運営会社を言う。本社はテキサス州グランドプレーリーでニューヨークにも事務所がある。アトラクションのほとんどが絶叫マシンであり、ショーなどもある。ワーナー・ブラザースとライセンス契約をしているため、バックス・バニーなどのキャラクターが園内に登場している。創業以来テキサスの園内を運行している。 シックスフラッグストレイン1960年にテキサス州アーリントンで地元不動産業者が開業した遊園地シックスフラッグスオーバーテキサスを起源とする。ディズニーランドに影響されて建設されたテーマパークでテキサスを統治した6つの国をテーマとするエリアに分かれており、鉄道、駅馬車、ゴンドラ、インディアンの村、海賊アトラクション、探検アトラクション、 西部劇場などからなっていた。その後は、鉄道以外は、ローラーコースターなどの絶叫マシンに徐々に置き換えられている。1966年に経営多角化を模索するペンシルバニア鉄道の子会社に買収され、潤沢な資金で敷地やアトラクションの拡張に努め、同時にジョージア州などへの展開を開始した。さらに1970年代以降は、 全米各地の遊園地を次々と買収してチェーンに加えた。1982年にはピンボールやスロットマシンなどを販売していたバリーマニュファクチャリングがチェーンを買収した。1984年にイリノイ州のマリオット・グレート・アメリカを買収したことでグレート・アメリカがワーナー・ブラザースと契約していたルーニー・チューンズキャラクターの使用をチェーン全体でも開始した。 1987年に投資会社に買収され、タイムワーナーグループが徐々に持ち分を増やし、1991年には50%を獲得した。1998年にはテーマパークのチェーンを運営していたプレミアパークスがタイムワーナーからシックスフラッグスを買収した。プレミアパークスは元はオクラホマ州の不動産会社ティエルコで、1982年に オクラホマシティの遊園地、フロンティアシティを買収し運営していた。元は遊園地を廃業させて、敷地をショッピングモールに変えるための買収であったが、経営がうまくいったためテーマパークの積極的運営へ目的を変更し、1990年代にはティエルコはプレミアパークスと改名して、全米の遊園地を買収していた。1998年に、 タイムアーナーからシックスフラックスを買収した直後にワーナーブラザースのドイツやスペインの映画テーマパークも買収し、2000年代にはプレミアパークス自体がシックスフラックスに改名してメキシコカナダヨーロッパの遊園地チェーンも買収し、フランス、ベルギーなどの欧州エリアにも展開した。しかし、負債の増大により2004年にはヨーロッパの全事業を売却して撤退した。 2005年以降は、全米各地のテーマパークの売却や廃業、オクラホマからニューヨークへの本社移転などの手を講じたが、経営は改善しなかった。運営会社は2009年6月13日に、連邦倒産法第11章を申請した。負債額は34億ドル。その後2010年5月に破産状態から脱し、再建した。また本社をニューヨークから、テキサス州。 グランドプレイリーに移転させている。共同通信、シックスフラッグスが、破綻前大手テーマパーク2009年6月15日、シックスフラッグスイマーチスフロムバンクラプシー2010年5月3日。ありがとうございます。